東京40マイルの道具。東京40マイルの芝生道具。この動画でご紹介するのは、これからの芝生管理に大活躍、芝生の土壌を平らに保つための道具、中京エンタープライズ製のレーキです。正式名称はゴルフサンドツール、本物の芝生専用設計のレーキです。僕のチャンネルご覧になっている方は、毎年5月頃から芝刈りとともに転圧ローラーがよく出てくるんで、あれで地面平らにしてるって思ってる人がいるみたいなんですけど、地面を慣らしてるのはもっぱらこのレーキです。転圧ローラーはあくまでランナーの浮き上がりを抑えて、横へ横へと芝が伸びてもらうために使っています。本当に地面平らにしたければあんな軽いローラーじゃ無理です。冷気があってこその平面。さすが芝生専用設計で、先端の角度からそれから全体の軽さ、ピタッと芝生に適合します。先端部分は綺麗に面出しされてるプラスチック製なんで、芝自体を傷めにくくて、その下の土や砂をうまく慣らしてくれます。目土とか目砂を入れた後の地ならしには、この前紹介したデッキブラシとこの冷気の組み合わせはもう欠かせません。この商品は技ありだと思います。コアリングの後の大量のコア集めも、この冷気とても滑らかに芝の表面を滑ってくれるんで、とても作業がはかどります。たかが冷気なんですけど、やっぱり芝生専用設計品ということで、芝を不用意に攻撃しないんで、安心してスイスイと使えるのがこの道具の利点だと思います。僕が調達したのはバロネスダイレクト。現在の通常価格は税込み送料込みで7980円なんですけど、来る3月24日水曜日午前10時から4月9日9時59分までの間に限り、バロネスダイレクト芝の日大作戦で、なんと税込み送料込み7181円で手に入ります。購入をお考えの方はこの時がチャンス。他にも目土、目砂、資材、道具、それこそ芝刈り機だって、いろんなものが通常にない安い価格で手に入れられるんで、年に2回しかないこのビッグチャンス、ぜひバロネスダイレクトのページ覗いてみてください。欲しかったもの買うなら今がチャンス。なんてこと言ってると、バロネスさんとなんか裏でつながってんじゃないかって怪しまれるんですけど、僕はただの一般消費者として、視聴者さんに役立つ情報を仲間としてお伝えしてるだけです。それが証拠に、この冷気を実はもっともっと安く手に入れる方法をご紹介しましょう。中京エンタープライズさんのメーカー直販です。こちらでの販売価格はなんと税込み3132円と、あと別途送料がかかって525円、これは本州の送料です。バロネスの価格の半額ぐらいで同じものが手に入ります。だけど1点超えなきゃいけないハードルがあります。これおそらく業者向けの販売が主なんで、発注本数は10本からってなってます。だからもし仲間内で10人募ってシェアすれば、かなりお得に手に入れられるってことですよね。念のためホームページで調べて、中京エンタープライズさんが運営するプロゴルフショップアミューゾンに問い合わせてみました。店主お出かけ中で、留守番の人から聞いた話ですけど、個人でも10本以上あれば売ってくれるそうです。ご参考まで。皆さんがチャレンジする場合は、念のためご自身で直接確認してから行動してくださいね。愛知県在住の方は直接お店に行ってみるのもいいかもしれません。ちなみに僕が使ってるこの商品、4年間頻繁に使い続けても壊れる気配すらありませんので、1人で10本買っても持て余すと思います。以上、僕だけが知ってる我が家での芝生専用冷気使用4年目のレビューと、旬のお得な調達情報のお話でございました。これは本当に東京40マイルの個人的な見解ですけど、バロネスさんはちょっと高くても買った後のアフターフォロー、専門のサポートチームがいて、聞いたらすぐ答え返してくれたり、とにかく買った後が安心なんで、高くても損はしないと思いますよ。実際にいつも買ってる僕が言うんだから間違いない。信じるか信じないかはあなた次第。このチャンネルでは、我が家の庭芝の育成で得た実体験と知識、成功とハプニングをありのままにお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。旬の動画やライブ、プレミア公開などリアルタイムでご覧いただきたいんで、ベルの通知マークはオンにしていただけたら嬉しいです。動画制作の裏話や最新事情、将来動画になる元ネタなどはこまめにツイッターにつぶやきます。興味がある方はそちらもフォローをよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。
ではまた。このチャンネルでは一般家庭で芝生を育てることに関心がある人向けに、我が家の芝生で実際に得た体験を題材とした動画を公開しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。